次のじゃあコンシェルジュさんをお迎えいたしましょう。はい、さあ今日2回目なんですけどね、若干まだね、緊張しててはい、じゃあ原曲やって進めていきましょう。はい、じゃあどうぞ自己紹介から。はい、2回目になります人気トップボーカルトレーナーを教えています、講師の南千恵です。はい、よろしくお願いいたします。トレーナーを教えてらっしゃるんですよね。そうなんです。お歌を習いたい人だけじゃなくって、はい、習いたい人を教える人も教えてるってことなんだよね。そうですね、はい、すごい。師匠の師匠、うん、すごい偉い感じだったいいね、師匠って響きがね、はい、ね、その言葉にね、負けないように頑張っていこうと思います、ね、大丈夫大丈夫ですね、うん、態度と声は負けてない画面で見ていただけたらと思いますさあ今日は何をお伝えしましょう。はい、朝フェイスブックでも書いたんですけれども、うん、トレーナーをするという立場として、うん、結構こう専門家の言葉で伝えやすいっていうところを、うん、生徒さんは結構わからなくて終わっちゃうっていうところがたくさんあって、案外こうマニュアルを言ってるつもりはないんだけど、もうこれぐらいはわかるだろうみたいな感じで、うん、でこれはこうやってこうして、例えばビブラートかけて、ビブラートのやり方を教えてくださいって思っているんですけど、生徒さんはやっぱりそのビブラートをかけて、はい、大きくして、大きくするやり方を教えてくださいって言ってるんですけど、そうですね、専門家としての言葉じゃなくて、それをいかに言葉を砕くかっていうところを、みんなトレーナーを目指している子たちも今一生懸命勉強しているところなんですけれども、人に教える立場の人って、はい、そこって絶対大事よね。大事ですよね。大事。ボーカルトレーナーのね、先生もそうだし、はいはい、まあ、どんな世界でもきっと言えることだと思うけど、難しく言うのって簡単なんだよね。そうなんですよ ね。あなたは分かっているだろうけどっていうところがあると思うんですけども、ちょうどここ のレインボータウンの隣接されている、うんうんうんっていうスポーツクラブが説明されてるありますね、はい、やりますね私ここすごく縁があるなと思ったんですが、うん、3年くらい前にそのスポーツクラブで、レギュラーのスタジオでやるレッスンを持っていたんですね。そうなんですね、はい、じゃあここに来てたの。そうなんです。あららら、そうだったんだ、はい、横目でこう見て、通っている状態。そう、じゃあもしかしたらなんか、いたかもね、私たちもね。いたかもですね。その時に、やっぱりこう先生をやっている時にも、うん、もちろん今もそのカテゴリーの先生をやっているんですが、うん、たまたまここの場所のそのスポーツクラブでやっていた時に、うん、前に立って先生業をする時に、どんどんこう生ものなので流れていってしまうんですね、うん、レッスンをしていると、うん、その中でいかに伝えるかっていうのにその徹することが、でも逆にすごく楽しくって、うん、やっぱりこうトレーナー業とか講師業って楽しいなって思わされたところなんですけど、エクササイズはされますか。エクササイズってホットヨガも入ってる。入ってます、はい、最近始めたデビューもうね、半年間ぐらいね、やれ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 ってどうよとか言われて、やっと始めて、でも4ヶ月ぐらいかな。あ、うん、どんな効果がありますか。私、もともとアスリートでしょ、だと体動かすの好きなのよ。あ、じゃあもう、もうすごくスッキリする、もうすごいよ、本当筋肉がもう蘇ってきちゃったあちこちのシャキーン普通の人が育たないような筋肉とかがあそこの筋肉みたいな気になりますねそこみたいな、そうそう、どこだと思いますか。ちょっと内緒で今度楽しいね。ちょっと前からなんかやってます。僕ずっとサッカーを、あ、すごい、今もう2週間に1回ぐらい。ねえ、上手。当時は当時は、今はイメージに体が追いついてない。もうそんな感じなんだね。辛いんですよ。第一転換期ぐらいだよ、きっと。本当ですか。転換期、怖いな。体とあれがね、バランスが崩れちゃって、そう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 。
動くは前に出してるつもりなのに出てない。そう蹴ったつもりなのにこけちゃったから。そう思い通りのスピードで動けてないとか。ありますか。でもこうね、人にやっぱりこう物を習うっていう時に難しいことばっかりを羅列されても、きっと1回のレッスンでもうやめようかなって思ってしまったりするので。そうよ、本当に先生のこと見てるからね、みんな。そうね、思ってる以上に、はい、後ろ姿をすごく見られていると思います。そうだよね。で、育ててもらってる、教えてるようで育ててもらってたりもするからね。そうですね。自分こう私だから慣れたんじゃなくて、うん、やっぱりあの生徒さんにそれをしてもらったっていう状態で、うん、先生にしてもらったっていう自分をね、うん、やっぱりいつも持っていながら、そしてあの楽しみにレッスンを受けに来てもらえたら嬉しいと思っているので、うん、いいね、はい、トレーナーになる子も同じ気持ちで、そうだね、はい、進めていきたいと思います。応援します。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。けいちゃんでした。